赤丸城は、富山県高岡市福岡町前谷にあった、日本の城、高岡市指定史跡。富山城閣カードナンバー32。四角は、城が、平山の山頂部に築かれていた。作平地は、山の一帯に広がっており、城の東側に掘り切り、西側には、県内では珍しい梅城建堀が残っている。また、山裾を、西は今居する東は、 越中国主山城へと通ずる旧街道、山根道が走っていた。また城内には当時使われていた井戸が残っており、中から滑車やおもり、土器等が見つかっている。追記年代は不明だが、天正年間にご衣装を収めていた国人で、古市中国阿ザ城主、中山国松の弟、ジロベイが寄ったとされる。なお、長六年間に、加賀国の反国守護、 赤松正則が城が平らに居住したと伝わるが、越中国河城のことではないかとする意見もある。ちなみに鴨城は赤丸城の南西約1トル、浅井城は北東約6 0 0ルに位置している。天正年間前半、上杉謙信に攻められている。天正9年、中山氏が笹成正の支配下に入る。天正12年、この頃、 前田敏江に対する防衛拠点の一つとして、改修が施されたと思われる。古行などにその痕跡が見られる。天正13年、笹成政が豊臣秀吉に降伏し、中山氏は赤丸城から退去。廃城年代は不明だが、この時点で赤丸城の存在意義がほぼ失われたと考えられる。ことから、さほど時をおかずして、廃城となったと思われる。 以前から赤丸城が本城とされ、付近にある浅井城はその出城であると見られていたが、近年の調査によって浅井城こそが本城であり、赤丸城はその出城であったことが判明した。周辺には富山県指定史跡である城が平ら横穴古墳があり、これらと共に赤丸城を通る遊歩道が設置され、ハイキングコースとなっている。ありがとうございます。